問題です。主に熱帯の海岸にできる常緑広葉樹の森林で、魚などの生息地になるところを何というでしょうか。問題の確認です。主に熱帯の海岸にできる常緑広葉樹の森林で、魚などの生息地になるところを何というでしょうか。答えはマングローブでした。